こんにちは、ガンバ長谷川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョン始めます。この番組はサッカーショップフットボールビートのサポートでお送りします。そういえば大阪は梅雨明けしていましたね。試合の日は屋根で濡れないんですが、スカッと晴れていただきたいです。明日はヴィッセル神戸戦です。6月16日の天皇杯以来のパナスタでの試合となります。1ヶ月以上前になるんですね。中3日での試合なので ACL 同様メンバーを入れ替えたスタメンになるのではないでしょうか。本日のトップチームはもちろん非公開練習です。怪我人の復帰にも注目したいです。対戦相手のヴィッセル神戸は土曜にピンクチームと対戦し1対1の引き分けでした。現在勝ち点38の3位と上と離れていますが ACL 圏内につけています。ガンバとは消化試合数が5試合差がありますが、リーグ戦直近の5試合では3勝2分けと負けがありません。トピックスとしては得点ランキングトップ、日本代表の古橋亨梧選手がセルティックへ移籍したことじゃないでしょうか。開幕戦でも決まられているのでガンバにとっては追い風となるでしょう。他にはもう所属の初瀬亮選手の出場の可能性も高そうです。勝てば15位まで浮上し降格圏を脱出できるので、必ず勝ち点3を積み上げていただきたいです。スタジアムではマンボウで上限5000人ですが、イベントが盛りだくさんです。ざっと羅列しますと、コリアデー、ロートロード、ベジチェック測定会、ファンクラブ会員限定ネックストラップ配布、ガンバ縁日、ガンバサマーフェスティバル、ガンバブルースターアリーナイトなどです。お休みで早く行くことができる方は楽しんではいかがでしょうか。私がおすすめするのはガンバブルースターアリーナイトです。もう J リーグでも定番化している自分のスマホを使っての光の演出、ゲートでシールを配るそうなので行かれる方は参加してみてください。その他詳しい情報はガンバ大阪公式ホームページをご確認ください。それでは火曜日はこのコーナー、レンタル中選手状況です。現在ガンバ大阪からレンタル移籍中の選手の先週の状況をお伝えします。1人目は中村敬斗選手です。所属するオーストリア2部 ASKO パッシングは週末のリーグ開幕に向け練習試合をこなしています。16日の試合では中村選手は2点決めています。開幕スタメンに大きくアピールしたのではないでしょうか。2人目は谷晃生選手。湘南ベルマーレにレンタル移籍中ですが、現在はオリンピック日本代表に帯同しています。17日のスペイン戦にもスタメン出場し45分プレーしました。よほどのことがなければ22日の戦はスタメンではないでしょうか。3人目は遠藤康人選手です。土曜日のモンテディオや山形戦にスタメン出場し86分までプレーしました。結果惜しくも1対2の敗戦でした。10秒にとっては久しぶりの敗戦です。勝ち点は同じですが得失点差で首位を京都に明け渡しました。4人目は柴本蓮選手です。日曜日に FC 町田ゼルビア戦がありましたがメンバー外でした。もう所属の稲本藤本選手がスタメンで出ているだけに、なんとかメンバー入りしていただきたいです。最後は遠山昌司選手です。日曜日の東京ヴェルディ戦に72分から出場しました。遠山選手は8試合ぶりのメンバー入りでした。やはり負傷していたのでしょうか。早く移籍後初ゴールを見せてもらいたいです。今週のレンタル中選手状況は以上です。来週も楽しみにしてください。最後にお知らせです。番組サポーターのサッカーショップフットボールビータでは、海外ユニフォームを中心にジュニアサイズなど各種サッカーアパレルを取り揃えています。今日のおすすめは某日本代表選手の移籍が噂されるイングランドプレミアリーグのトットナム21-22シーズンユニフォームです。マーキング対応で販売しています。今楽天市場ではポイントアップキャンペーン中なので購入してみてはいかがでしょうか。概要欄にショップリンクがあるので、ぜひサイトでデザインをご確認ください。それでは今日はこのあたりで。連日お伝えしている秘密のガンバ会議ではまだまだメンバー募集中です。詳細は概要欄に貼っているのでぜひ見てください。ではまたお会いしましょう。さようなら。